はい、浜岩先生の、ハイアンドロー社の15分足用のインジケーターです。15分足用のインジケーターの説明です。インジケーター、これなんですけれども、15分足用は5分足、MT4 の5分足で、分析いたします。それでですね、これですね、ハイアンドロー車、シグナルが来ましたらその通過国のですね選んで、上か下かとします。それでハイアンドローですね、でハイアンドロースプレッドでも可能です。でですね、投資なんですけども、シグナルが来た時に、いろんな通過口がございますけども、この3つあるんですけどね、シグナルが来た時は、この場合ね、これですね、この中に、この中で投資してください。いつも3ブロックありますよ。1ブロック、2ブロック、3ブロックありますね。約締め切り投資してから約5分、10分となってます。で1個2個3個入れてるんですね。だからこの中でシグナルが出たら投資してください、ね、これ選ぶときね、通過区で選ぶときは一番こっちですね、この間にね移動してるときですね。この間、この間はダメです、ね。少し出たぐらいはいいですけどね。シグナルはいつもそこで通してください。出たらね。で、このように、同じように、これ5分足だけしか利用できません。この MTA の分析はね。で、今100個以上の分析で勝率を探させてます。これは出てないんですね。これ現在の右側が一番いい勝率のものが出たやつですね。見つかったやつですね。で、15分間なければ、白文字に変わって、このね、勝率でシグナルを出します。なんで、立ち上げるとね、30分ぐらい、シグナルを送りません。分析になります。で、ちょっと処理が遅いんでね、ちょっと説明がしにくいんで、こんぐらい落としてきますね、ちょっとね。で、こんぐらい落としてきましょう。ちょっとこれね、分析がね、多すぎるんで、動けないんですね。ちょっと待ってきましょう。はい、ね、処理が遅いんでちょっと通過国減らしました。でですね、これもちょっと遅いかな。で、このインジケーターの設定ですね、パラメータにします。それでこれはね、ライン数ですね、分析するこの表示させるライン数ですね、これはこのぐらいが限界ですね。通過口を減らすと、もうちょっとこの2倍とか4倍できますけどね。これはね、100個以上ですね、100個以上のシグナルが出るもので勝率のいいのを分析させてます。意味がね、これね、これ100個以上となってますでしょ。以上で勝率のいいのを分析してます。で、このライン数ですから、これかける5分の時間ですから、どんぐらいかな。1、2、3。14日間ぐらいですね。前からの分析となってます。ね。ね。
それでですね、このところ分析中なんですけども、まあ64% の114個、まあ、これが今のところいいですね、勝率でね。だから64、60、61ですね。でシグナルが来たらこのね勝率のいいので投資していただきたいわけですね。で今投資数が多く引っ張るようになってるんで、今出てきたのはどっかねまたいいシグナルが見つかったということですね。で見つかってから15分以上また分析します。再リセットされてね、さらにないかということを分析します。それでなければ白文字になってシグナル発生します。見つかったもののねから、でこのようにしますと白文字になってきますから、あと30分ぐらい経ちますとね。で通過速報は15分ですから、これだけあります、ね。で先ほど注意することは、ここでシグナル来た時にどこで打つかというと、ここで打つ、ここですね。1個、2個、3個だから、だいたい10分前で打ってください。だからこの領域ですね、1ブロック、2ブロック、3ブロックと打つとこあるんですけど、いつもここで打ってください。ね。まあちょっと出てぐらいはいいですけどね。選び方ね。15分の場合はいつもそうです。10分ちょっとのね、締め切りで、シグナルがいつも出ます。こちらの方ね。で、で、M5 ですね。5分足での分析となりますからね。ぜひ。あと気をつけることは、今これ、これ 56% か。これ64%。これが一番いいんでしょうね。だけどね。まあ、100個もシグナル出させますと、64% ぐらいのしかいいのが出てこないんですね。まあ、これは各自で見てください。ただね、低い方が再現性があるんですね。だから、こんな感じで投資すると、だいたいタイでちょっと利益を出すというか、1週間で5分ぐらい利益出すぐらいですかね。1000円ずつで5000円の利益というような感じですね。で落ちる時もありますからね、そのデモでね、サイクルを見てね、投資してください。このデモで投資してて、下がって落ち込んだ時に投資を始めるのがいいですね。これは15分足の、このハイアンドロー車用ですね。ね、この15分足用です。ということですね。リースになりますね。1年間で10万円となります。デモで USD JPI は無料で提供してますので、そこでチェックしてください。全くライブ版と同じですからね。無料版をこの下にリンク先につけますからね。無料で使ってください。どうもありがとうございました。最強の15分足の倍のオプションのインジケーターでした。